ここは宇陀松山の古い町並みです。この町並みを歩いていると、歴史が刻んできたひなびた美しさを感じます。時を重ねた古めかしい建物が今に伝えられ、ここで商う人々の営みが今も息づいています。宇陀の気になる企業、今回はこの町並みで商う由緒正しきお店、奈良一奈良漬の伊勢屋を訪ねます。軒先の屋根に踏ん張る大きな桶が目印です。伊勢屋の創業は慶応2年、西暦1866年、商い一筋、のれんを守り続けて156年です。落ち着いた店内を飾るように商品が置かれています。伊勢屋の当主は6代目清水誠さんです。家電情報機器の大手シャープを退職後、父の後を受けて2012年にこの伊勢屋を継承しました。6代目が語る伊勢屋150年の歩み、奈良漬の伊勢屋にはその礎となる過去がありました。まあ、あの伊勢屋のね、歴史なんですけれども、まあ、創業が慶応2年、まあ、1866年ですよね。今もう156年を迎えるということなんですよ。で、この伊勢屋の名前の通り、もともとは伊勢の方からやってきたっていうことなんですね。初めここにお店を開いた時っていうのは、実はあの薬問屋だったっていうふうに聞いてます。で、まあ、ここ薬の町じゃないですか。で、薬問屋を開いていた、薬の館をね、開いた時に、その伊勢屋がなんとかがんとかそういう薬をの売ってますよっていう反則のうちわがあったんで、あ、その当時はやっぱり薬なんか売ってたんやな。今ではちょっと想像つかないんですけどもね、そういう歴史があったというようになってます。で、その後明治の時には、米麹、お味噌、みりん、醤油とかを作ってたというのが、記録にありますね。で、奈良漬けがなかったんですよ。で、そういうようなものを作ってる時代があって、そして、昭和に入った時に、は造り酒屋になってたというようになってます。で、その造り酒屋になってたっていうのが、まあ、証拠がありましてね、ちょっとこちらをご覧いただいたらと思うんですけども、まあ、これご覧いただいたら、丸い、これ伊勢屋の井で、私の名前清水っていう名前ですね。で、後ろを返すと名酒金時っていうようになってます。で、これがあるところから、確かにその当時は日本酒作ってたんだな、造り酒屋だったんだなっていうのがやっぱりはっきりわかるんですよね。まあ、同じくこれ金時っていうのが名酒金時、松山町の清水酒店っていう名前で書いてあります。まあ、まあ、清水って言ってみたりとか伊勢屋って言ってみたり、まあ、向こうの方には伊勢屋って書いてある、まあ特にもあるんですけどもね、まあ、こういうようにうちが金時っていうお酒を作ってたっていう、これはもう間違いのない事実ですね。で、もう一つは上の方に、清水弥太郎収蔵所、この、まあ、清水弥太郎というのは私のおじいさんなんですけども、焼酎水晶、を、一等賞を取りましたっていう、この賞状をいただいてます。だから、当時、水晶っていう、まあ、焼酎も作ってたんだなということが、この内容を見たら分かるんですね。で、これ昭和4年の3月10日、まあ、その戦前の頃ですね、焼酎とか、日本酒を作っていたということです。で、改めて今になると、その後
まあ、戦争の経緯があったと思うんですけどもね、その造り酒屋っていうのは、まあ、廃業してしまった。ただあのそこから作ってきたのが、まあ、やっぱり奈良漬けだというふうに聞いてます。要はその造り酒屋つながりでいい酒粕が手に入るんですよね。でそれで、奈良漬けを作っていこうということになったということですね。店先から奥の方に続く長い通路があります。京町屋のような奥の深い通路のその先に奈良漬けの漬け込みなどを行う作業場があります。その作業の一端を見せていただきました。奈良漬けの最後の工程である仕上げ漬けです。これはスイカですね。代表的な売り。これがあの森口大根。他にもまあキュウリがあったり金ごぼうがあったりと。そしたらまあ奈良漬けってね、何回も漬け替えるんですけれども、その時にこの一回前の酒粕を外して、で新しい酒粕を漬けて、でするとこの新しい酒粕の味がさらに乗ってくると、こういうものになります。まあ、あの奈良漬けっていうのはね、酒粕をどんどん付け替えて、変えて付け替えていくっていうのが、まあ、ポイントに美味しくなるポイントなんですよ。で一回こうやって前の酒粕を一回取り払って、でそこに改めて新しい酒粕を塗りつけていく、こうですね。どんどんやっていきましょう。こうやって先に、まあ、取っておいたものに新しい酒粕を塗りつけていく。これは今ね、仕上げ粕を乗せていってるところです。でこれをまあ、包装していくと、もうこの包装してお客様のお手元に届く間に、まあ、味が新しく乗っていくということですね。他にもこれ小さいスイカ、これ半分に今切ってあるんですけど、スイカ、これは赤ちゃんスイカですよね。特にこの赤ちゃんスイカなんで、きめが細かいっていうところが特徴で、食べた時もこう滑らかな感じが独特ですね。これも同じく酒粕を乗せて、また詰めていくという形です。まあ、奈良漬けにするのはこういう初めにご紹介した売りであるとか、こういうスイカ、あとはキュウリで、こちらにあるこの細長い、これ今半分の長さにしたんですけど、これが森口大根ですね。森口大根ってこれ大根なんだけれども、こうやって細い、まあ、なんか皆さんがよくごぼうと間違われるんですけども、こういう細い奈良漬け専用の大根です。まあ、これも奈良漬けの酒粕をまとわして一緒に漬けていくという形ですね。こういうことをやって奈良漬けがどん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 美味しくなっていくというものになりますね。伊勢屋では奈良漬けのほかに米麹も明治時代から作ってきました。これ実際に私が作ってる米麹ですね。この箱、これ麹蓋っていう言うんですけども、これは麹を作るための道具なんですね。で、まあ、この横のところに見えるかな、あ、もう消えていってしまったんだけども、ここをまあ、これ昭和24年に作った麹蓋で、これを 今でも使ってるっていうものです。だからまあ随分な年代もんなんですよね。まあ、手作りでこの米麹をやって、まあ、皆様にお届けできているっていうのは、もう今奈良県の中でもほとんどない、あっても 2,3 軒ぐらいじゃないのかなと思うんですけれども、まあ今となってはちょっと貴重な存在になってきたのかなというふうに思います。これは新商品の茶がゆです。なぜ今茶がゆなのでしょう。今回当店で新しく出した品物がこちらの大和の茶がゆレトルトカップなんですよ。この茶がゆって言ったらね、もう私も小学校まで毎朝食べてきた、もうまさに奈良の伝統食なんですけれども、改めてこの茶がゆと食べる奈良漬けっていうのが一番美味しいんですね。でこの美味しさをぜひとも皆さんに味わっていただきたいなと思って、もうこのレトルトカップの茶がゆを開発しました。でぜひともね、このサラサラっとこう食べる
じゃがゆの爽やかさとで、あのしっかりと味を含んだ強めの味のこの奈良漬けで、あの本物の奈良をね、ぜひ楽しんでいただきたいなというふうに思ってます。今説明をしていた背後にある大きな桶、お店の一部に全体の4分の1がはめられています。でこちらにあるのが当時そのお酒作ってた時に使ってたオーダー、あの桶なんですよね。20石の桶です。で20石って皆さん分かんないでしょ。いわゆるそのご飯炊くのに1合炊き2合炊きとかあるじゃないですか。あの合に換算すると2万合です。で一体どんだけのご飯炊けんねんっていうぐらい入ってたんですけどもね、その桶を使って、当時お酒を作ってたっていうことなんですね。これはその当時お酒を買いに来た人の珍しくも貴重な一コマです。十石入るというもう一つの屋根上の桶、屋外広告の賞を取ったという名物看板です。当主が語る伊勢屋の意外な歴史、薬問屋としてこの地で伊勢屋を創業し、以来時代の流れに翻弄されながらも代々の先人たちがのれんを守り続けてきたその姿が忍ばれます。そしてまた老舗の伝統とは受け継ぐばかりのものではなく革新するものでもあると示唆しています。この名物看板がお迎えする伊勢屋にぜひともお立ち寄りください。